はい、今日は真夏のような暑さでしたね。暑かったです。こんな時はクーッと冷えたビールが飲みたいということで勤務中なんですけれども失礼いたします。いきなりですね。ああ、最高ですね。リアクション早い。今私がいるのは大阪吹田市に今日オープンしたアサヒビールミュージアムです。記憶に残る最高の一杯に出会える場所をコンセプトにした体験型の施設で、アサヒビールの歴史紹介やビールの試飲、製造工程の工場見学もできて、予約制で入場は無料です。ゴールデンウィーク直前とあって初日から大勢のツアー客が訪れました。館長の佐藤さんです。よろしくお願いいたします。なぜですね、この吹田にミュージアムを作られたんでしょうか。それは吹田工場がアサヒビール発祥の地だからなんです。こうした工場見学ができる施設というのはアサヒビールさんの中で初めてですか。吹田工場ではこれまでも工場見学を行っていたんですけれども、おととし2月から新型コロナウイルスの影響で工場見学を休止しました。これを機に、見学ルートの見直しを行いまして、リニューアル工事を経てミュージアムオープンにつなげたんです。今お見せしたですね、歴史コーナーの他にもですね、主力のスーパードライの製造工程を体感できるコーナーもあるんです。ご覧ください。はい、ビールを缶に詰める工程をイメージした空間で、映像を4面のスクリーンに投影、まるで自分がビールの缶に乗ったような臨場感が体験できます。本当だ。面白いですね。ジェットコースターに乗ったような気分で楽しめました。いや、真剣ですね、辻さん。お疲れでした。お疲れでした。いや、絶対美味しいと思います。いつも噛んで飲んでるけどね、生はやっぱ美味しいわ。何回も来てますね。で、なんかリニアになってたから綺麗やな。今私がいるですね、このカフェエリアでは、自分で生ビールを注ぐサーブ体験ができるということでして、早速チャレンジさせていただきます。ありがとうございます。これでどうしたらよろしいですか。まずグラスをこちらのビールが出てくるところに当てていただきます。ちょっと斜めです。そしてタップを前に倒します。ちゃんとお願いしますよ。はい。少し斜めに。グラスをまっすぐ押して。で一旦ここで止めて、で奥に出します。泡です。泡です。泡が出てきます。細かい泡が、クリーミーな泡が。あ、美味しそうですね。はい。キラキラしてます。はい。あ。大丈夫ですか、辻さん。失敗してしまいました。すみませんでした。はい、そしてですね、マーケティング企画部の安田さんにお伺いしたいと思います。お願いします。今後の目標をしていただいてよろしいですか。はい、アサヒビールは大阪で育った企業として、3年後の大阪・関西万博を見据え、ここ大阪を盛り上げていこうと考えております。ありがとうございます。入場はですね、完全予約制でして、残念ながら5月31日までは予約が埋まってしまっているということなんですけれども、これからの季節ビールたまりませんよね。以上、中継でした。ご視聴ありがとうございましたけど。